ブレーキの仕組み。ブレーキをかけるとき、運転手はこのペダルを踏むだけだ。車の中では何が起こるのだろう。まずこれは自転車のブレーキ。回転するタイヤを左右から挟み込んでブレーキをかける。車もほぼ同じ。タイヤを外すと銀色のディスクが出てくる。これを挟み込んでブレーキをかけるのだ。これをディスクブレーキという。車は自転車と違い1トン近くあるので、ペダルを踏んだ力をパワーアップさせてからブレーキをかける。ペダルから4つのブレーキまではそれぞれホースがつながり、中には油が満たされている。ペダルを踏むと踏んだ力をブーストでパワーアップ。その後ホースの中の油が押される。押された油はブレーキの方にあるピストンを押し出し、ディスクを挟み込んでブレーキをかけるのだ。古い車ではブースターやピストンから油が漏れてしまうことがある。油がなくなればブレーキ踏んでも止まらない。とても危険だ。車を整備する上で最も大事な場所の一つだろう。普段からボンネットを開けたらブレーキ油の量をチェックしよう。短期間で減っている場合、油漏れの可能性が高い。